プロレス新日本。4日、後楽園ホール。5日に反則裁定なしのノーディー級マッチで争われる IWGP US ヘビー級選手権試合で王者の健太に挑戦する棚橋博士が6人タッグの前哨戦で反則負けを喫した。新日本棚橋暴走の反則負け。前哨戦で US 王者健太を市内で滅多打ち。棚橋はロッキーロメロ、田口龍介と組み、エルファンタズモ、石森泰治、健太組と対戦。健太の場外ラフファイトに捕まったが、終盤にはドラゴンスクリューなどで攻勢に転じる。しかし、健太は棚橋をフォールした際に、巧みにレフェリーを巻き込んで、場外に落としてしまった。レフェリー不在の間に、健太は市内を持ち出して、棚橋を殴打。さらに、ファンタズモと石森も加勢したが、ロメロと田口が駆けつけて、プランチャー同時発射で排除した。棚橋は市内を奪い取ると、興奮状態で健太を滅多打ち、そこに復帰したレフェリーが制止したものの、棚橋はレフェリーを突き飛ばしてしまい、反則負けが告げられた。棚橋は反則攻撃はあまり慣れていなくて、止めどころがわからないというか、東京ドームで反則負けというのは記憶にない。落ちるところまで落ちたなと思っているけど、明日やり返せばいいだけだから。悔しい、情けない、何だろう。いろんな感情が溢れたら、何の感情もなくなって、こういう気持ちの時に躊躇せず、人を殴れるんだろうなっていう初めての感覚というかと振り返り、東京ドームでメインを張っていた棚橋は、もういないんだっていうところから始めますと話した。健太に対しては、切れたら怖い人と思うんですけど、俺、その類なのかなって、自分で思っちゃった。明日は覚悟しておいてください。昨日までは正攻法で行って、何の反則もせずに勝ったら、めちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思っていたんですけど、市内分回して人をぶったたくのも気持ちいいなと思っちゃった。明日はどっちの棚橋が出るか楽しみにしていてくださいとメッセージを送った。コメント。1、これで反則なのか。なら、イービルたちは反則じゃないのか。毎回毎回、レフリーが見ていないからって。正直、下りは飽きました。2、レフェリーを突き飛ばしたら反則負けになるが、4対1で戦っても反則負けにはならない。もうあまりにもバカバカしくて呆れるね。新日も終わったな。3、棚橋が反則負けでイーヴィルが勝ってチャンピオン。プロレス知らない初見さんにはとても説明つかないんだよな。4、結局プロレスってのはこういう負けもストーリーなんだろうね。そういうのが好きじゃないととてもじゃないけど楽しめそうにないよね。ルールがよくわからん。5、これじゃ2022年新日はもっとやばい事態になりそう。コロナで言い訳ままならないレベルに。棚橋にこんな真似させてイービル一派は相変わらず見逃し。6、感情が爆発しての反則もたまには面白い。付け加えるとイービルらは全く面白くない。バレットクラブもイービルらを排除する内部構想をしたらいいと思う。イービルたちからはヒールの美学が感じられない。バカの一つ覚えに不安は冷めています。7、最近の新日の反則攻撃の扱いは見ている方が触笑気味になる。反則攻撃の入り方が上手くないの。邪道と下道はもっとそこら辺を後輩に指導した方がいいよ。それにレフェリーも立ち回りとか上手くない。それ見えてるだろって感じでブラインドついたって状況じゃないんだもの。なんというか平日のヒーローショーって感じなんだよね。いつもの人がお休みの時に不慣れな人間が集まってショーをやってるみたい。8、最近の新日のやり方はよくわからない。個人的には勝ち負けがわからないような熱い試合が見たいんだけど、劣勢だったのが急に照明が暗くなって優勢になってたり、3カウント直前にレフリーを場外に引きずり出してボコボコにしてレフリー戻して3カウント勝利とか本当にしらける。あれの何が楽しいのか理解できない。プロレスはスポーツというよりはショーのような位置づけと言われればそれまでですが、これで客がプロレスが盛り上がるって考えてるならどんどん廃れていくでしょうね。9、明日もあるからね。今日の棚橋は負けブックなのかな。で、明日は健太に勝ち、晴れて US 王者という流れ。他の人たちも指摘しているけど、ホットのイービルたちの反則が勝ちで棚橋は負け。なんだかな、私も腑に落ちません。それがプロレスなんだよと返されれば納得するしかありませんが。10、これの後のネバー戦がなければ素直に面白がれたんだけどね。頼むから最低限反則の基準くらい統一してよ。これでイービルは勝ちで棚橋負けって誰も納得しないだろう。